オイスターカードは、イギリスのロンドン市内の公共交通機関で使用されている非接触型 IC カードである。2003年に使用が開始され、現在までに1,000,000 枚以上が発行されている。通常の簡易改札機現在、ロンドン交通局が運営するロンドン市内のすべての地下鉄、バス、DLR、トラムリンク、オーバーグラウンドで利用可能なほか、一部のナショナルレールでも、使用可能である。乗車の際にカードを改札機の読み取り部にタッチし、精算を行う。改札がない郊外の駅では、簡易改札機を使う。地下鉄などの切符を現金で買うよりも、割安料金が適用され、自動的に一番安い料金が選択される。例えば、ロンドンの地下鉄のゾーン1の切符を現金で買うと 4.9 ポンドだが、オイスターカードだと 2.4 ポンドとなる。購入する場合、一部の大規模駅の窓口に設置されている自販機か窓口でその旨を告げると入手できる。日本でも通販での購入が可能。ピンク色の簡易改札機2009年にロンドン交通局はゾーン1を経由するかどうかの乗車経路の確認のためにゾーン1の外側の以下の13の乗り換え駅にピンク色の改札機を導入した。移動の際にゾーン1を利用しない場合、ピンク色の改札機にタッチすると、ゾーン1を経由しない経路の運賃が適用される。ピンク色の改札機の導入駅ゴスペル、オーク駅、ガナーズベリー駅、ハイベリー&イズリントン、ケンジントンオリンピア駅、ストラトフォード駅、ウェスト、ブロンプトン駅、ウィルスデンジャンクション駅、ブラックホース、ロード駅、リッチモンド駅、ホワイトチャペル駅、カナダワウター駅、ウィンブルドン駅、レーナーズレーン駅事前に自動券売機などでオイスターカードに入金しておき、乗車ごとにカードから運賃を差し引く利用方法。残額が少なくなったら自動で入金する機能もある。購入時には5ポンドのデポジットが必要。このデポジットはオイスターカード返却時に返金されるが、市内の地下鉄駅ではウィークエンドには返金に対応しない。ヒースロー空港ではウィークエンドでも返金可能である。また、1日の利用運賃の合計が一定金額を超えた場合、それ以上は課金されないようになっている。この金額はトラベルカード1日券よりも低く設定されているため、オイスターカードの利用者は1日券を別途購入せず利用できる。日本におけるSuicaやPasmoに近いものであるが、以下のような相違点がある。指定されたゾーン内で一定期間乗り放題のトラベルカードやバスが乗り放題のバスパスをオイスターカードに記録して利用する方法。オイスターカードで利用可能なトラベルカードには7日間、1ヶ月間、1年間有効なものがあり、各ゾーンの範囲によって値段が異なる。日本におけるSuica、Kitaca、Toica、ICOCA、SUGOCAといった IC 乗車カードに7日間、1ヶ月間、1年間有効の乗り放題機能を付けたものだと言える。オイスターカードは上記のようにロンドン市内の多くの交通機関で利用できるが、ヒースローエクスプレスでは使用できない。また、ナショナルレールの駅ではオイスターカードの読み取り機が設置されていない駅が一部あり、これらの駅ではプリペイドでの利用はできない。また、ウィンブルドン駅でトラムリンクをプリペイドで利用する際も注意が必要である。バークレイズのキャッシュカード、デビットカードにオイスターカードの機能を付加したカードが2007年9月より取り扱いを開始することになった。このカードは2012年9月に新規発行が停止され、2014年6月30日をもって利用終了となった。詳細は EN、ワンプルスを参照顔写真入りの子供用オイスターカード、11歳から15歳までが利用可能である。割引率は 50% である。申請用紙に詳細を記入して、自分の写真を貼り、申請する。顔写真入りの 30% 学生額割のオイスターカード。なお、発行できるのは以下にすべて該当する必要がある。申請用紙に必要事項を記入して、自分の写真を貼り、窓口に申請する方式だったが、2017年の段階では、オイスターカードのウェブサイトでアカウントを作成し、オンラインで申請する方式になっている。詳細は EN、オイスターカードオイスターフォートカーズを参照旅行者向けのオイスターカードである。短期間の旅行者でも上記のようなカードではなく通常版のオイスターカードを購入できるほか、どちらを買うかは自分で選択できる。なお、2014年からマスターカードコンタクトレスなどの非接触型決済機能があるクレジットカードや Apple Pay などもオイスターカードと同様にロンドン交通局のメトロ及び2階建てバスで利用できるようになった。ありがとうございます。